皆さんこんにちは。フローレス島で小さなゲストハウスを営む日本人オーナーマリです。今日は前回に行きたくても行くことのできなかった滝トゥンクシーワにやっと行くことができたので、その内容についてお伝えしたいと思います。それではどうぞ。いよいよ始まりましたトゥンクシーワへの旅。まずはルーテンからレオに向かいます。寒気でもこれですよ、これ。この道の悪さはなんとも。一箇所のみならず何箇所かこのような悪い状態の道があるんですね。前回は確かこの辺りで諦めざるを得なかったのですが、今回はどうでしょう。いけるでしょうか。見てください、ここちょっと高さが50センチ以上あるんじゃないですかね。こういう道は4区じゃないとちょっと難しいかもですね。サンボル村のガラクという集落で道案内をしてくれる人を頼みました。そこからは徒歩で約30分だそうです。見晴らしのいいところも通りますが、それもつかの間こんなところも歩くんですよ。わわわわわ、こりゃ大変だ。こんなに生い茂った草をかき分けて進んだり、時には道なき道を歩かなければなりませんから、小さいお子様を連れていくのはちょっと難しいかもしれないですね。またガイドさんを雇わないでいくっていうのも難しいかもしれませんね。Akhirnya sampai di air terjun Tengku Siwa.滝の落差は80メートル、幅は40メートルあり、マンガライにあるいくつかの滝の中で最長かつ最も幅がある滝と言われています。トゥンクシーワという滝の名前は、トゥンクがマンガライ語で崖、シーワはご先祖様の名前から付けられたそうですよ。今回は滝を見ることができましたが、8月ぐらいになると水量が少なく、水がないこともあるそうですよ。滝壺で泳ぐこともできるそうなのですが、一部流れが急なところがあるそうなので、ガイドさんの指示は仰いでくださいね。しばし滝を堪能した後は、持ってきたお弁当を食べて帰路に着きました。行きの道があまり良くなかったので、帰りはゴロブルを通って帰ってきました。フローレス島はまだまだ美しい自然があちらこちらにあり、観光地と呼ばれていない場所でも癒しのスポットがたくさん存在します。私の作ったビデオよりご自身の目でご覧になった方が迫力も感動も大きいことは間違いありません。コロナも落ち着いてきて、MJR では徐々にゲストが増えてきています。ご予約はメールや電話で直接のお問い合わせをしていただくのが一番お安い価格になりますから、どしどしご連絡くださいね。